こんにちは、ココアです。今日は検証動画をやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということで、まあ、検証というかドッキリみたいな感じの動画をねやっていきたいと思うんですけど、今回の内容は私のママに欲しいものをおねだりしたらどこまで買ってくれるのかやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はね LINE を使ってちょっと今お家にママがいないので頼んでみたいなと思っているんですけど、まあ、今回はどこまで買ってくれるのか、もしかしたら買ってくれないかもしれないんですけど、いろいろねこれ欲しいんだけどみたいな感じで言って検証をしていきたいと思います。で、なんでこの企画をね今回やるのかっていうと、結構いろんな YouTuber の方とかもやっていて、私もやってみたいなと思ったのでやってみようかなと思ったんですけど、あとね結構ハイブランドのものを我が家は買ったりしているので、どこまで買ってくれるのかっていうのと、結構ねポンポン買ってくれているのか、いつもどんな感じで買い物しているのかみたいな感じでこの動画を見ていただけたらいいなと思います。ということで、まだ検証前なのでどんな結果になるのかが分かっていないんですけど、ぜひ最後まで見ていってください。多分面白い結果になるかなと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。まずね、この検証は初めてなのでどんな感じになるかがわからないんですけど、もしかしたらいろいろ買ってもらえるかもしれないので早速やっていこうと思います。ということで今回は実際に LINE の画面をお見せしながらやっていきたいと思います。それではカメラチェンジをしてやっていきましょう。それではどうぞ。はい、ということでね、こんな感じで LINE の画面にしたので早速お願いしていこうと思います。こんな感じママの LINE になってます。ということでね、欲しいものをねちょっと考えてからやっていこうと思います。はい、ということでちょっとねこれがいいなって思ったので、ケイトスペードのパーカーなんですけど、最近ねパーカーにハマってるっていうことも知ってるし、こういうちょっとカジュアルな感じにハマってるっていうのも知っているかなと思うので、これをちょっとスクショして送っていきたいと思います。はい、こんな感じでねちょっとやっていきます。なんて送ろう。ちょっとね今画面越しに打っているのでちょっと打ちづらいんですけど、やっていきます。これで一回送ります。これ欲しいんだけどってやります。で送ります。で写真送ります。はい、こんな感じで送りました。じゃあちょっと見てくれるまで待ちます。ちょっと今見てるかなって思うんですけど、なんかなかなか連絡来ない時もあるので待っていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで来ました。本当に着るケイトスペードいつも買ってもすぐ着なくなるじゃん。はい、なんかねケイトスペードなんかいつも買っても1年ぐらいで着なくなっちゃうんですよ。でもまあちょっとこれは欲しいのでもうちょっと粘っていきたいと思います。なんて送ろうかな。これは着るって送ります。この前ちょっとケイトスペードのピンクのねプリーツスカートを買ってもらったので、それに合わせるとかって言います。これで送ります。意外となんか結構早く返信が来たって感じですね。じゃあちょっと待っていきます。はい、ということでね、こんな感じでちょっと粘ってみたら今来て、安いからいいよってことで、でこのカード入ってるっていうのは携帯の中にクレジットカードで買うんですけど、カード入ってるっていうことです。入ってると思うので分かったって言っておきます。はい、こんな感じでねまず一つ OK でした。じゃあ次ちょっと頼んでいきたいと思います。じゃあちょっとね買いたいものを選んでまた頼んでいきたいと思います。はい、じゃあ次頼むもの決めました。これもうねなんか一気にちょっと高くなっちゃったんですけど、これルイ・ヴィトンのめちゃめちゃミニバッグで、サイズ感的にはね本当にちっちゃくてこれぐらいっていう本当に何も入らないバッグなんですけど、これをちょっと前ね見に行った時にこれいいねってママと言ってて、でちょっとこれだったら買ってくれそうかなって思ったので、ちょっといきなりなんか高くなるっていう感じなんですけど、ちょっとこれが欲しいって言ってみたいと思います。じゃあ言ってみます。
ということで送ります。はい、ということでね、こんな感じで来ました。え、これって OK ってことかな。今度買いに行こうっていうことで、今度ショップに行った時に買いに行こうってことなので、これ OK ってことですね。こんな感じの、これいいらしいです。で、ママもこれの違う形前見たの欲しいって言ってるので、ちょっと違う前見たやつがあるんですけど、ママもこれ欲しいって言ってたので、これは OK ってことで、なんかママも可愛いって思ったやつは結構すぐいいって言ってくれるんですけど、こんな感じでいいみたいです。なんか急に値段高くなっちゃったけど、本当に買いに行くのかはちょっとよくわかんないんですけど、なんかこのやつがもともとあんまり入荷がないっていう感じなので、その次行った時あるかわかんないんですけど、買ってくれるということで、こんな感じのものになってます。で、次ちょっと考えていきたいと思います。なんかここまで結構順調なので、なんかこういうね、安いから買ってくれるっていうわけではなんか私のママはなくて、なんか可愛いって思ったもの、なんか本当に使うものはすぐ買ってくれるんですけど、じゃちょっと次頼んでいきたいと思います。じゃちょっと次物じゃなくて、ここまで物だったので旅行行きたいって言います。最近ちょっとあんまり旅行行けてないので、ちょっと行ってみたいと思います。なんて言おうかな、なんかあんまり自分から行きたいっていうことがないので、ちょっと考えて売っていきたいと思います。で、今度ちょっとどっか旅行行こうみたいな感じで言います。行きたいってやります。なんかちょっとこの文章変かな。で、これで送ります。これはなんかちょっと考えるとか言われそうだな。ちょっと待ちます。はい、ということでこんな感じできましたね。今 GoTo 使えないから考え中。え、沖縄行くか迷い中。予約は入れているけど考える。あ、なんか一応予約入れてたみたいです。なんか言ってたね、結構 GoTo 使えないからどうしようかなみたいな感じで言ってて、なんかママ沖縄に行ってからめっちゃ沖縄が好きでね、最近海外旅行も行けないので、めっちゃね最近沖縄に行きたいって言っていたんですけど、そういうことか。こんな感じで来ましたね。ちょっともうもしかしたら行くかもしれないということです。でもね、なんか GoTo 使えないからキャンセルしようかなみたいな感じで言っていたので、まあ、どうなるかがわからないんですけど、一応なんかいつ行くのかがわかんないんですけど入れてるみたいです。じゃあちょっとこの話は変えようかな。で、またちょっとなんかおねだりしていこうかなって思います。ちょっと考えていきます。はい、じゃあなんか今ちょっといろいろ見てたんですけど、これ別になんか欲しいわけではないけど、ちょっとシャネルのねサイトを見てて、新しいのがちょっとミニバッグなんですけど、これも出てたのでちょっとこれ頼んでいきます。で、なんかシャネルのねバッグはちょっと買う予定があるので、買ってくれるかがわからないんですけど、ちょっと頼んでみます。これはなんか無理そうだな、これはちょっと無理そうなんですけど、やっていきたいと思います。これどうみたいな感じで言っていこうと思います。まあ欲しいっていうのは言わないように、ちょっとこんな感じでちょっと変えて頼んでみます。はいはい、ということでね、こんな感じで来ました。今度頼んでたのを買いに行くでしょう。こっちがいいの、どうしようかな、これもいい、どっちがいいかなみたいな感じで言ってみようかな。じゃあちょっとやってみます。ちょっと待ちます。これはダメって言われそうだな。はい、ということでね、こんな感じで来ましたね。どっちか、こっちがいいなら帰ってもらうよということですね。なんかママの LINE っていうか、なんかうちの LINE、 ママと私の LINE なんか可愛くないよね。全然絵文字とかも使わないし、いつもねこんな感じなんですけど、もう本当に淡々としてるって感じなんですけど、これはねちょっと失敗ですね。ダメみたいです。なんか粘ってもこれはダメそうなので、ちょっとこんな感じでなんか買ったばっかりのものとか、買ったばっかりの時はあんまりね物買ってくれないんですよ。ちょっとなんかここら辺で終わりにしとこうかな。ちょっと怪しまれそうだから、ちょっと今回はねこれでやめようと思います。ということで、こんな感じの検証結果となりました。まあ一つはダメだったんですけど、まあ一つはねこの前買ったもらったばっかりだし、この二つはね成功したということでいいんじゃないかなと思います。
はい、ちょっと終わりにしようかなと思ったんですけど、高めのものを割と頼んだので、ちょっと安めのものをね、これいいって言って、こういうものはちょっと欲しいんだけどみたいな感じで言ってたりもしたので、ちょっと全然なんか言ってなかったものを選んでね、頼んでいきたいと思います。ちょっと安めのものを頼んでいきます。はい、じゃあちょっとね、なんか安めのものを頼もうとしたんですけど、このソニーのカメラをちょっと欲しいなと思ったので、これ頼んでいきます。なんかこういうあんまり必要のないものとか、あんまり使わないものとかはなかなか買ってくれないので、ちょっと検証をねして皆さんにお見せしていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで来ましたね。カメラあるでしょ。なんかさっきからちょっとずつ冷たくなってきてる気がする。じゃあちょっと打っていきます。カメラ壊れてるんですよ今。なのでちょっとそれを言って、これがめちゃめちゃ性能いいっていうことを言って、 YouTube で使うって言います。はい、こんな感じで、カメラ修理しないと使えないので、修理するよりこれ買った方がいいって言います。じゃあ待ちます。はい、こんな感じできましたね。収益で買えるならいいよ。商品券はなんか最近ね、ママにもらったんですよ、結構たくさん。それで自分で買えってことですね。ちょっとこれはダメってことかな。もうちょっと粘ってみます。YouTube で使うからってもう一回言ってみます。はい、こんな感じできましたね。もう何回やってもダメみたい。ちょっとこれは諦めたいと思います。ちょっとね、これで終わりにしたいと思います。ということで検証結果こんな感じでした。やっぱりね、こんな感じの検証結果となったんですけど、ちょっとこのカメラはもう少ししたら買ってくれるのかなって思うんですけど、なんか自分で買うかみたいな感じみたいかなと思います。で、なんかこういう機材系をあんまり買ってくれなくて、で、YouTube のチャンネル登録者数が伸びたらいいとか、もうちょっとしたらいいみたいな感じなんですけど、なのでこういうね、ファッション系とか洋服系とかは結構割とすぐポンって買ってくれたりするんですけど、あとママは可愛いって思ったものね、結構ね、すぐ買うんですけど、なんかママが可愛いと思わないものは変わってくれないっていう感じかなっていう検証結果になっています。なんか結果はなんか最初から私的に予想はしていたんですけど、まあこんな感じのね、結果になりました。で、なんか自分で見た感じ、この LINE の文がちょっと可愛くないって思ったので、ママと LINE するときって本当にこんな感じなので、もうちょっと絵文字とかもつけようかなって思いました。ママもちょっとなんか冷たい感じじゃないですか。なのでちょっとこういうね、親子の会話だったんですけど、こんな感じです。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。まあ成功したものもあるし、失敗したものもあるっていう感じで、こんな感じの結果となっています。でね、こんな感じでね、いつもお買い物する様子とかは分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけど、ママは結構なんかそんなポンポン買ってくれなくて、ちょっと買ってくれないものもたくさんあるしっていう感じなんですけど、こんな感じになっています。なんかね、この企画やってみて思ったんですけど、なんかうまくいけば買ってもらえたりもするので、結構楽しいなって思ったので、またやりたいなって思っています。で、今ね、まだちょっとなんか怪しまれている感じになっているんですけど、まだこういう動画で撮っているっていうことを伝えていないので、ママが家に帰ってきたらそれを伝えていきたいなと思っています。で、今回買ってくれるって言ったものは、ちょっとドッキリと伝えると実際に買ってくれるかがわからないんですけど、もしね、買ったら動画で紹介したいなと思っているので、楽しみにしていてください。で、今回はなんか物だけだと普通のね、企画になっちゃうかなと思って、つまんないかなと思ったので、物以外のものもちょっとね、おねだりをしてみました。で、なんかたまにこうやって LINE でママに直接言うと、なんか買ってくれなかったりするのもあるので、 LINE で言ったりとかもするんですけど、こんな感じの今回は結果になっています。で、普段からそんなにポンポン買うっていうわけではなくて、ダメっていうものもあるし、なんか買ったばっかりだとあんまり買ってくれなかったりとかもするっていう感じになっています。ということで、今回の動画はこんな感じで以上です。はい、ということで今回は検証動画ということで、ママに
LINE でおねだりをしたらどこまで買ってくれるのか検証をしてみました。結果はねこんな感じになっているんですけど、買ってくれるものもあって買ってくれないものもあるという結果になりました。まあね、最初から全部は無理かなと思っていたんですけど、あとはちょっと無理そうなものとかもおねだりをしてみたんですけど、こんな感じの結果になっています。すごくね楽しかったので、ぜひ皆さんもドッキリとかでおねだりしてみてください。で、結構なんか直接言うより LINE で言った方が言いやすかったりとかもするのでいいかなと思います。私はすごくおすすめなので、たまにねこんな感じで欲しいものとかあったら言っています。 LINE でねなんか欲しいんだけどみたいな感じで言うようにしています。で、こんな感じのねドッキリ企画みたいな動画の内容の動画は初めてだったんですけど、ちょっとねこれからいろいろやってみたいなって思ったので、また次回のこんな感じの検証動画だったりドッキリ企画も楽しみにしていてください。で、こんなにたくさんなんかポンポンポンっていう感じでおねだりしたっていうことはなかったので、どんな感じになるかっていうのが分からなかったんですけど、なんかママの場合普段からなんか一緒に考えようとかなんか LINE で言っても、結局なんかうちに帰ってきて一緒に考えようっていうことが多いので、まあ、普段からそんなポンポンポンっていう感じで買うっていう、あんまりね高いものとかはないんですけど、なんか一緒に考えて一緒に見に行って買うっていうことが多いかなっていう感じです。で、なんかママもいいってなったら買うみたいな感じでお買い物を普段したりしています。で、またねもしこの動画の需要があれば、また同じような企画でやりたいなと思っているので、次回の動画も楽しみにしていてください。ということで、今回はおねだりしてみたということだったんですけど、次回のハイブランド購入品紹介も楽しみにしていてください。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画を毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。